ばあちゃんも合点、オウムの法則1番ですね。今長方形が、あります。こういうふうにね、それで、例えば底辺がですね、底辺が5メーターから高さですね、高さが2メーター、そうしますと面積はですねどうなるかというと、S はですね、2×5、10平米になりますね。はい、これと同じようなことがですね実は電気でも使えるんですね。例えばですね、こうですね、抵抗ですね、R が、5ohm、ね、それから電流がですね、例えばそうですね2アンペアとこうしましょうか。そうするとここのですね電圧ですね、この電圧 V はですね、V イコールですね IR とこういう関係ありますんで、これは 2×5 ですね、10ボルトとこういうことになりますね。そうすると、これをですね、図面にまあ書いてみますと、これと同じようにですね、こちら側がですね、5オームですね。から、これがですね、2アンペア。そうすると、電圧はですね、これは10ボルトと。こういうふうに、表すことができるわけですね。はい。従いましてですね、もしですね、これを回路に表しますとね、こういう回路でも表せるわけですね。こうなりましたね。ですね。電池がですね、10ボルト。それから、抵抗がですね、抵抗が5オームと。ですね。そうすると、流れる電流はですね、これは2アンペアと。こういうことなんですね。いわゆる電圧から電流抵抗の関係はですね、この長方形のですね面積を表すですね、底辺×高さですね、これと同じように、表すことができますよと、こういうことであります。